次は何ですか？ポケモンスリープ。おお、嵐。え、ライコウじゃん。どうしたのライコウ、まさかライコウがポケモンスリープに登場する？いやマジか。ポケモンスリープにもついに伝説のポケモンが登場するのか。あー、ライコウも寝ている。いいね。あともとはまだライコウだっけって思ったけど、炎帝水君もそのうち出るよと。いいですね、こうやってポケモンが増えていく。